はようございます。たかしです。本日は8月6日金曜日、ただいま7時19分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきます。まずは日足からです。昨日は大きな陽線で引けております。現在はエリオット波動5波終了後の修正波も終了、そしてそこから新しい波ができてきているのかなという感じがします。 GMMA は収束した状態で下向いてきていたんですが、今その GMMA を超えようかというところですね。現在はこの下落に対して戻しをつけて、そこからのさらに戻り売りとなっていくのか、それともここの上昇に対して押し目買いでまださらに上昇していくのかという悩ましいところです。今一旦この上昇を見てますと、この高値156円付近を再度目指してくるんじゃないのかというふうに見えます。もしここを N 波と考えますと、今矢印を引いてみました。これをこのままずらします。そうしますと、今 N 波と考えますと ABC となりますので、今この先端、ここの先端ですね、ちょうど156円付近を指しますので、もしかしたらこの辺付近まで上げてくるのかなというところです。今はちょうどこの高値 153.441 っていうところを抜けるかどうかっていうところがポイントかと思います。ここを抜けてくると、この辺156円付近を再度目指してくると思いますし、ここを抜けられないとここからの下落になっていくと考えております。現在は高値圏にありますので、ここから上げていくのか下げていくのかという分かりにくいポイントにあると思います。先ほども言いましたが、ここの戻り売りなのか、ここの押し目買いなのかっていうところにあると思いますので、きっちりポイントを見極めて、そこでの反発を見てからのトレードをするのがいいと思ってます。インジケーターは今から上がりそうな雰囲気になっておりますので、日足単位で見てますと上げてくるんじゃないのかなというふうには見えます。では4時間足です。現在はここに逆三尊を描いていると考えてました。そして三尊のこちらですね、 150.667 っていうところが肩の先端になりますので、その辺付近までは目指して下落してくると思ってましたが、結果的にはこの辺 151.17 というところで反発して上昇してますね。ただ三尊ということで、今一旦目指すのはここ 153.441 と思っております。ただ三尊の完成っていう時はね、こんな場合ですね、明らかにここ直近の高値を上抜いているときは三尊完成して上げていくんですが、現在のところは今こここちらのネックラインとほぼ同じところで抑えられておりますので、このまま上げていくというよりは、また 153.441 というところで反発して下落してくるんじゃないかというふうには考えています。今4時間足インジケーターは高値圏に入っております。マックリはまだ強いモメンタムを保っておりますので、今もう少し上げそうではありますが、先ほどお伝えしましたように 153.441 というところでどういう動きをしてくるかというところがポイントです。ただ日足を見てますと、今ここ N 波と考えるとまだ上げていきそうな雰囲気ではあります。そしてここですね、この高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8%、 この白いラインなんですが、ここを今一旦この下落で反発で上げてタッチしてきております。そして一旦の戻し後、もう一度 61.8% を目指してくるようですと、ここは上抜けする可能性が高いなと思っております。先ほど言いましたこの逆三尊は完成しないんじゃないかというところと、もう一度目指してくると 61.8% を抜いてくるんじゃないかというところ、ちょっと矛盾しているんですけれども、どちらの可能性も含んでるなと思いますので、一概にここで下落するというよりも、ここは抜けてくるかもしれないし、ここで反発して下落してくるかもしれないというところですね。ですので本日はもう少しここまで上げるかもしれませんが、ここまで上げたところでは反発の下落を狙っていく、ここを超えたところではそれについていくのがいいのかなと思いますが、ここ結構ヒゲがいろいろ出てるところなんですね。ですのでここを一旦上抜けたとしても、ヒゲで返される可能性もありますので、そこは注意が必要かなと思っております。現在4時間足ではこの青の GMMA まだ収束してますが、ここに反発して上げてきておりますので、また下落してきたところでもこの GMMA にぶつかるところでは反発して再度上げてくると考えられます。そうしますと、この辺付近でレンジになるのか、三角保ち合いみたいな状態になって上抜けてくるのかという可能性の方が高いのかなという気もします。では1時間足です。現在この高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いております。そしてエリオット波動5波が終了後の修正波が発生していたと考えられます。そしてここで ABC という波だったのかなと、その ABC の A の中で ABC とあって、その C の中で ABC と
あったのかなと考えてます。はい、今矢印を引いてみました。今ここの中に大きく A、B、C とありまして、その A 波の中に細かく A、B、C とあって、 C 波の中に細かく A、B、C があると考えてます。そしてこの大きな A 波の中の小さな A 波に矢印を当ててますが、これを移動させてみます。こんな感じ。そうしますと、この小さな A 波に対してこの C 波っていうのは同じ長さだったということがわかりますね。そして次、この大きな C 波の中の小さな A 波に矢印を当てましたが、この矢印をまた小さな C 波に当ててみます。はい、こんな感じですね。そうしますと、この大きな C 波の中の小さな A 波と大きな C 波の中の小さな C 波っていうのが同じ長さだということがわかります。ですので今ターゲットには到達しているということなんですね。しかもそのターゲットというのが、ここに引いたフィボナッチリトレースメントの 78.6% と一致してます。そしてここに引いたチャンネルライン、これがどのくらい機能するかわかりませんが、今そことも、被っておりますので、ちょうど今ターゲットとしてはいいところに来てて、ここからの下落が起こるポイントには来てるとは思っております。ただ先ほど見ました4時間足、日足ともに、上昇の圧力が強く見えますので、ここを上抜けてくるかもしれませんけれども、1時間足で見てますと一旦の節目に来てるのかなというところですね。ですので今日はここからの一旦の押し目をつけて再度上昇していくのか、それともこのまま下落、チャンネルライン下限付近を目指して下落していくのかというところでしょうか。もしここを上抜けしてくるようですと 153.441 というところを目指してくるとは思いますが、先ほど4時間足の逆三尊で説明もしましたが、この高値を抜けてくるというよりは逆三尊失敗で下落していくんじゃないかというふうにも思っておりますので、もしかしたらこの高値まで来ずにこの辺付近で下落していくという可能性もあります。ただ今1時間足も GMMA はこれまだ波が若いんですね。そしてこの赤い帯と青い帯がまだ一度も接触してませんので、今ここから下落してきたとしても、この赤い帯と青い帯が接触するあたりでもう一度反発して上昇してくると思いますと考えますと、現在はこの上昇に対する押し目を一度つけて、そこからの再度上昇というところになっていくのかなというふうに見てます。ですので一旦は下落、そして押し目を待っての上昇かなというふうに見ております。で、最終的にはこの4時間足単位での逆三尊の高値を抜けてこずに、そこからの下落になるのかなというふうに個人的には仮説を立てておりますが、上抜けする可能性というのも十分にありますので、その辺は注意してトレードしていければと思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。